いや、ちょっとね、ふりかけご飯、まあ、ふりかけ2種ですよね。卵ふりかけってあるじゃん。玉のりふりかけだっけ。まあ、よくわかんない。名称はよくわかんないんだと、鮭ふりかけをね、半々のね、半分た状態。半分た、ダブル半分た、ツイン半分た状態でやって、まあ、食べて。で、それですごいね、こういう踊りをしながらね、前後に揺れながら、その揺れとは、その関係なく、このね、腕の動きをするっていうね、面白カッコオラをやってたところね、気持ち悪くなってね、あ、やばい、身が、鼻詰まりすぎなんだよな。あ、また膜が出来上がった。ふざけんな。みんなに分かんないことを口に出してしまうっていうね、本当の病気の人。お腹いっぱい&尿意が車で出すな。いや、本当やばいな。どうしよう。うざいな。鼻がね、なんかね、耳が詰まって、鼻が詰まってんのか。あんまり映したくないな。でも映しちゃう。ああ、やばい。今度はこっちに膜ができた。よくなった。声がクリアに聞こえるぞ。ってことで、だらけ雑談します。あ、もう雑談しません。はい。TT、ポチって言ってやめません。普通にちょっとツイッターでなんか見たい、なんか、なんだっけ、きらびやかな、違う、きらびやかな、ちょっとふざけすぎな。唾飛んだ。なんだっけ、かまってほしい、泉の妖精みたいな漫画が流れてきて、あと、アッシーさんでエースロッカーを聞きたいんで、アッシーさんのね、違法エースロッカーのコールが聞きたいんで。違法って言うなよってね、罰せられたらどうすんだよってね、もう全部ね、iPhone が聞いてますんでね。あ、この人違法なものを分かってて聞いてるんだ。はい、人徳マイナス700とか言ってね。マイナス700ってどれくらいなんだろうね。人徳1はどれくらいなんだろうな。人徳10が、ハンカチ落としましたよの行為で人徳10っていうね。悪口言うので人徳マイナス50っていうね。700ってだいぶ悪いことしてんだって。それ犯罪ですからね。なんか俺犯罪者みたいじゃん。いや、犯罪者だよお前は。まあね、僕のだらける雑談ではない、だらける何かなんで、映したくないから片付けなきゃな、早く。ゲップをね、映さないでいただきたい。泉のせい、ちょっと。寂しがり屋の妖精か。尊いってやつか。あんま尊いって言葉使いたくないんですけどね。その流用性っていうか、ね、ちょっと今難しい言葉並べてるだけですけど、みんなが使ってるものってやっぱ使うと始まとしての存在意義がなくなっちゃうんで、あんましたくないよね。セブンの生ハムがうまいんだ。リツイートしとこう。今度セブンで生ハム食べよう。セブンで生ハム食べるって、セブンで生ハム買うわけじゃないの。
セブンでにわざわざ行って。なんだそれ。あ、消しちゃった。くそ。見りゃよかった。すごいな、パソコンが悲鳴上げてる。はい、ということでね、一通りね、見たいもんを見終えたんで、終わってないですけど、喋りますかね。みんな大好き、いや俺が大好きなだけで喋るな とか言いつつね、喋りますかねって言うと喋りたくなくなっちゃうんですよね。まあさっきの続きでもするかっていうね、ねちっこい人間でございますよ。鼻くそがね、鼻くそをじりほじんじりほじんして、じりほじんほんほんじりほじんほんほんしてますけど、いや、ほんとムカつくんですよ。いや、鼻くそはほじれないからっていうやつに対して、鼻くそをね、じりほじんじん、じりほじんじんほんほん、じりほじんじんほんほんしてますけどねって言ってやったら、もう、そいつ拒絶するでしょ。もう、なんだこいつ、気持ち悪いって。鼻くそをほじる、じりほ、じりほじんじんほんほん、じりほじんじんほんほん、ってなってるのよ。もうなんか、あれですよ。高次元さに耐えられなくて脳が破壊された少年みたいな状態ね。最近のツイートでね。ね、パン作ったことある？って言って。パン作ったことあるよって言ったら、え、パン作ったことあんの？ってのあるよって言って、48次元の友達っていうのが出てきて、なんか48次元のやつがね、48次元ので、相手の脳内にパンツの映像を送り込む、音の映像を送り込んで、次元さに耐えれず脳を破壊され、みっていう少年っていうね。表現全然できてねえけど。ごめんね、ごめんね。ごめんねーの方が面白いけど。鼻詰まりすぎだな、マジで。こういうなんか安直なさ、安易な変顔もいいんじゃないかなって。逆に面白いっていうね。お前はそこまで到達できてねえのに逆にって言うんじゃねえと。到達できたやつだけが逆にって言える資格があるんだよというね、面白仙人っていうね、面白仙人に言われてしまうというね、結末でございますけど。脇、あ、痛いな、クソが。ぶち切るっつ、マジで。あ、痛い痛い痛い。ああ、もうこの眼鏡も取り替えないと。ああ、眼鏡欲しいわけじゃないけど、この眼鏡直してほしいな。ちょっとね、曲がっちゃってるんですよね。直していかないで。でも行きたくないんですよ、やっぱりその、え、何こいつ、メガネも何も買わずにただ直しに来てほしいっていうの、何ほざいてんだこいつって言われそうで怖いんですけど、
まあ、度的にはね、ちょっと合ってないくらいが俺ちょうどいいんじゃないかなっていうね。ちょっと合ってないっていうのは、きつい方で合ってないんじゃなくて、薄い方で合ってないんですよ。まあ、それもいけないんでしょうけど、まあ、きついよりはね、きついとなんかね、アホみたいなね、理論です。アホ理論今から言いますよ。きついとそれに目が合わしちゃうんじゃないかって。そんな理論、絶対嘘だと思うけどな。迷信だと思うけど、でもやっぱきついとそれに慣れちゃったら困るじゃん。逆、それ、慣れるってことは目悪くなってるってことは、いや、それは慣れるってことなのかもわかんないけど、まあいいわ。うお、ブリッツリーバップかよ。ブリッツリーバップって合ってんのかな？ブリッツリーバップ。ブリッツリーバップだっけ？ブリッツリーバップ。ブリッツリーバップ。もうごまかしていいわ、俺。ごまかしちゃダメだよ。ごまかしちゃダメおばさんっていうね。もったいないおばさんか。もったいないおばさんの親戚の親戚かつて。かつて。崩しに崩して、ちょっと自分流の言い方にして、ほんとただの気持ち悪い何かになってるだけじゃん。気持ち悪い口癖じゃん、それは。ねえ、キャラ付けしようとしすぎて、ただの気持ち悪くなってしまった口癖じゃん、それは。うん。ラリャー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 リャね、答えはずっと奥の。何です。はい。あざしたディザスターっていうのは嘘で、え、メガネ拭きます。邪魔じゃ。あ、ごめんね、布団ちゃん。ごめんね、布団ちゃん。許さないぞ。うわ、ブシャブシャブシャ。ちょっとファンタジーすぎんよ、男子。まあ、自分で言ってるんですけどね。メガネ拭くよ。メガネもこれくらいの柔らかさでやって汚れが落ちるならいいんだけどね。こんなゴシゴシやるとね、逆にね、反対側のレンズ、まあ俺メガネの拭き方間違ってるとは思うんだけどさ。で、ここの中間の部分、これピーってやると、ここに皮脂や油がね、溜まってるわけだから、それをレンズに受け流すことによって、さらなる汚れが出ちゃうから、皆さん気をつけてください。でね、そんなバカなことお前しかしねえよってね、突っ込んでる方も、ね、いらっしゃると思いますけど。なんなんでお前は、突っ込んでる方もいらっしゃいますよ。いらっしゃると思いますけどって。ね、いらっしゃらねえよ。ね、はっきり言って。いらっしゃいますか？本当に。いや、喧嘩越しな。お医者様いらっしゃいますか？の、CA。お医者様いらっしゃいますか？すごい喧嘩だな。喧嘩越しだな。大事な時に。大事な時にすごい喧嘩越しなキャビンアテンダントってね。うん。でもなんかお医者様いるらしいよね。なんか飛行機に一人は。うん。大変だな。絶対いるらしいのかな。そういう仕事あんのかな。飛行機に必ず一人の桜医者っていうね、まあ、いざとなった時は医者としての対応は求められますがみたいな、そういう医者っているのかな。うん、医者桜っていうね、いるのかな。いるだろうな、そういう仕事も。でもなんかまあ配置的には絶対一人いるようになるらしい。うん、でも足りなくなることなんてないんだろうね。確率的になんかいるんだろうね、一人は。でもいない時あると思うけどな、団体の客に揉まれてさ。メガネのやっぱ位置がおかしいんだよ。だから直してもらおう、メガネ屋さんに。でもやだよね。だってメガネ屋さんにさ、直してくださいだけ言いに来るやつ、今度行ってみようかな、それだけで、ジンズに。いや、俺は行かないよ。うん、俺は行くんだよ。まあ、それ俺が人力でね、トクトクね、トクトクって、なあ、お酒ついでる時の音じゃねえんだから、そのオノマトペじゃねえんだから。ね、
トコトコ、トコトコテクテクをトクトクで代用としようとしないでください。キレ悪すぎだよね。スナって言いたいんだけど、スナってやっぱそれを使ってる、それをマスターしてる人がいるわけで、その人の前でスナって言ったらもう多分首飛びますから、そうしないでくださいっていうね。ただの注意喚起じゃないけど、いや、ただの戒め。うん、優しすぎる戒め。うん。ね。戒めってお前知ってるっていうくらいのね。うん、多分戒めじゃないですよね。まあ、戒めっていうよりはね、忠告っていうか、助言みたいな。やめてねっていう注意喚起、なんつうんだろうな。指令、なんて言うんだろう、こういう時。やめてくださいっていうね。うん。忠告か。いや、きつくなりすぎだな、忠告。え、なんて言うんだっけ日本人の皆さん。うん。俺も一応多分、一応、日本人だとは思うけど、なんて言うんだろう、こういう時。あるじゃん。子供がわーわー騒いでて、それにしつけっていうか言いつけするみたいな、それを親にこうこうこうしてくださいよって言った時に言う時のあれの名前。やばいな、語彙力なさすぎて。なんだろうな、忠告、助言、しつけ、禁言。いや、禁言はふざけすぎだろね。戒め。戒めってなんだよってね。それに戒めにはな、どんだけ優しい世界なんだよってね。ちょっときつく言っただけで、それはもう戒めっていうね。みんなのメンタルが崩壊した世界の戒めだな、それは。パラレルワールド戒めだよ、それは。パラレル戒め。戒めって。異世界のいいに、戒めって。戒めいいだな、それは。言いづらいから。うん。言いやすくしようとした結果、お前は何を言いたいのかわからない。戒め、かっこいい、かっこ閉じだな、それは。戒め、かっこいいだな。本当意味わかんねえな。戒めかっこ異世界かっこ閉じだな。かっこ閉じって言うなよ。かっこまで言ったんだから閉じることは分かってんだよ。っていうね、常識に抗ってるんで僕はかっこ閉じって最後つけるんですけどね。こう気になってしょうがないな、この後。マジで。うぜえな。うざいって言って、このあざ喋らすね。うざいって言ったら俺は消えんのかよ。俺だって生きてるんだよ。僕らはみんなって。なんで急に僕らはみんな生きてるを歌い始めるんだよっていう。あの命の歌だっけ、まあ、あの歌の題名がわからないから僕らはみんな生きているを歌うんだよってね。僕らは歌うんだよ、歌うんだよ。ちょっと夜のテンションなんでマジで何言ってるかわかりませんが。ね、動画撮るよりもやりたいことがいっぱいあるんでっていうね。動画撮ることよりやりたいこと、音楽聴くとのと YouTube 鑑賞。うん、ごめんね、みんな。みんな優先できなくて。許して、ちょんまげ、マイチング。マイチング好きすぎなんだよな。もうマイチング洗脳されてるからさ。許して、ちょんまげ、マイチングでさ、許して、ま、面白いか、それ。本当に面白いか、それ。いや、本当になんか、これはなんかね、研究材料になりそうだよね。頭おかしい人のファイルとしてさ。ということで、あざした。ディザスター。ディザスター。あ、ディザスター。こねて、こねて、木の塊をこねて打つ。カメカメハ、カメハメハでしたね。カメハメハだね。ぽいにゃー。雑だな。はい、腰が痛いんで、見たいものがいっぱいあるんで、やめます。